どうも、ドラム佐々木です。カーテンの方を注目ください。なぜかね、ミニグモがね、住んでるっていう感じですよ。いや、なんでクモなんか住んでんだよって感じですよ。だから僕の家はもうゴミ屋敷にもなってるんじゃないかっていう感じになってますね。うん。なんでゴミ屋敷からもうかわいそうだけど、このクモ対この僕戦っていきたいと思います。いざ尋常に勝負。まあクモを戦うためのあれがあるので、武器があるので、はい、では行きましょう。 GO! 行って、ティッシュ、まずはティッシュで、このティッシュを、あとはこいつが落ちてくるのよ、まず。はい、行きましょう。で、こいつが落ちてくるわけですよ。で、こいつがどう落ちてくるかで、また配置が違うわけですよ。さあ、モンストやってるこの俺、狙いは、ストライクショット。捕まえた、もう捕まえた、おら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 、捕まえた、くわっ、出てこないよね。え、落ちたりしてる？落ちてない。作戦大成功。なぜかわけわかんないけど、なんか雲をね、はい、処理することができました。ってことで、雲を捕獲できたので良かったと思います。まあ今後ね、まあ雲とかね、まあなんかいろんな虫が出ないようにね。まあ、蜘蛛屋敷とかゴミ屋敷にならないように頑張りたいと思います。以上、ドラム佐々木でした。バイバイ。